選手としてのあり方を教えてくれました。とても尊敬する先輩たちです。その先輩たちがいる中で海外に挑戦しようと思った理由は2つあります。1つは代表に行って海外選手との差を感じたことです。J1 で活躍できるレベルにあります。その姿を見たことで自分が抜けても大丈夫だと確信に変わりました。そしてアルベル監督、自分が海外に行きたいという思いを否定することなく常に気を使ってくださってありがとうございました。今、FC東京がやっているサッカーは簡単ではありませんけれど、間違った道には進みません。最後になりますが、この7年半、いい時も悪い時も見守ってくださった皆さん、本当にありがとうございました。今日では終わりじゃないんで、あと1ヶ月よろしくお願いします。